はい、どうも釣り客チャンネルです。今回の動画は広島県のメジャーリザーバー双原ダムで先輩のゴムボートに乗せてもらって調光した時の映像をお届けします。大雨の大増水から1週間ほど経って貯水率が 97% ぐらいまで落ち着いたタイミングで、まだ濁りが少し残っているタイミングでの調光です。激変のメジャーリザーバーを釣り客がどのように攻略するのか、最後にドラマが待っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では本編どうぞ。ですかね。サイズちっちゃいな。もっとでかいものかと思ったけど。写真撮る。ありがとう。スイートキラーで出ました。トップ。ありがとう。はい、ジャンプします。はい。あの、この、いいか。あ、変えたんか。うわぁ、ちっちゃかったかな。そうっすね。もう一回巻いてますね。いいアプローチ。外れたー。あ、でもそんなにずっと 2年ぐらい悩んだんですけど、うん、買っちゃいました。ついにアルミの。お、出た。でかい。これはでかい。下が最後、こちら最後は半蔵。
そうでもない。40アップだった。それでもいいじゃん。あざーす。いいじゃん。ありがとう。また来てね。おりゃお、うお、ちっちゃかった、ちっちゃかったっすね。じゃ今のモンドリュウってモンドリュウってちっちゃいよ。やっぱこいつの魔力やばいな。すごいね。あのサイズが狂っちゃい出てきた。完全に体が水面から出てきたね。おもろ。どっちぐらいって。これまだやってないんじゃないかな、このアクション多分。はぁ、気づいてないよ、今。バスの初体験、イタジア行っちゃってます。大丈夫、今探さない。ポールがどうなんか見てみよう。そうね、ちょっと深いとこ沈めてから、でかいの深いところかなと思って、そこまで落としたら、いいかも。こんなメーターぐらいあるんですかね。ここはね、相当深い。20メーターはあると思う。そこは無理だな、うん。どっかここからね、下がって10メーターぐらいのこの100点でしょうか。うん。多分上はチビしか、取っても40そこぐらいの多分やつが浮いてんだろうけど、そのもうさらに下にあるんじゃないというか、タイトルについてるかもしれないとか。この深海圏どれくらい落ちたのか全然わからんっていう。結構遅いじゃない。あ、食った。持ってきよったね、思いっきり。あ、まだ持ってきよる。でかいね、これ。でかい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 。オッケー。うわっしゃー。あ、ビーバー落ちた。やっと最後に来た。うわー、やっと50アップ出た。最後モンスター来たー。やっぱ狙い通りよ。うー、やっぱ深いとこおったんじゃ。やば。くー、しびれた。でっか。ビーバー沈んどってもないか。はい、やっぱ深いレンジおったね、でかいのは。55ないかな、でも52、3はある。うわ、口ごつごつよね、ここは。やったやった、最高。なんか、抜けたんかと思ったらこっちに走った。そうそうそう。あ、合わせ決まらんかと思ったら、なんかニュイーンって竿がニュイーンって向こうに違いが半端ないんですよ。55 55 55 6、ここが5だっけね。ああ、
ここだったら6か56来たじゃん56おっしゃモンスタービーバーすげえビーバーモンスター取ろうかああざすこれも取っとそうだねありがとうございます。56センチ2300いただきました。でっかい。ドライブビーバーマグナムのシンカーのポールで。よし。ありがとう。56センチ2300。また来てね。ナイスジャンプ。バッツリこれやけんやめるんですね。いやーよかったですね今日はマックス56センチで強化が8本40アップが4本ですねなかなかこんなに釣れることがないんでよかったですね大雨の後の濁りが取れかけでちょうどいい感じに濁りが入っててバスに口を使わせやすい状況だったっていうのもあるんですけどサイズも数も釣れてしかも好きな釣りで釣れたんですごい楽しい一日になりましたハッタバラありがとう